はい、皆さんこんにちは、こんばんは、j k です。今日なんですけれども、今日は、ウィコレですね。前回告知してました、えっ、ー、と、この今た、えー、バーナーで今出てましたけど、3周年のセレクトガチャですね。これを、先日、ミラティブの方で引かせていただきましたので、その切り抜きを、まあ、ミラティブね、まあ、僕の YouTube だけ見てくださってる方もいらっしゃると、大勢いらっしゃると思うので、 えっと、YouTube でも公開したいと思います。ちょっと切り抜きになるんですけれども、まあ、前回同様ね、切り抜きになっちゃうんですけれども、まあ、ぜひ、どの選手が手に入ったかっていうのを見ていただければなと思います。まあ、ちょっと今ね、チームに入ってるんで、多分ネタバレで回ってきてるかもしれないんですけど、まあ、どの選手が当たったかというのを、まず、はい、皆さんにご覧いただきたいと思います。ということで、じゃあ、早速、切り抜き動画の方にいきましょう。どうぞ これまだ大丈夫やったよね。この次から見らんのけばいいんか。あー、あぶスさんいらっしゃいいいとこ来たね。もう今からいらっしゃい言わないからね。僕見ないから本当にバシこんばんに。こんばんは。よし行くぞもう裏返すね、携帯。やよしもう見てない。もう見ない見ない。切られ いやマジ頼むお願い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 します出た。マカロニサラダの化身をおお大 s オマカロニサラダの化身金旗秋<お>やった金旗わかる秋田なんて言った今。ネオガラク機構きたキ来た。インザセレクトいやそれ知ってる知ってるちょっと待ってユニホーム何色じゃんジンクスマカロニサラダの化身セレクト多め ユニフォーム何色フォワードフォワードか。うわ、レバンドフスキ,ーキー <laughs> ああ、でもまあ悪くはないよな。使えるよな。使えるよな。いや、でもね、俺、鉄壁惜しかったんよ、鉄壁。鉄壁が欲しかった。ありがとうございます。でもありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、でもめちゃくちゃ、でもいいと思う。 いいいいいと思う使い道いっぱいあるゴールハンターヘッドダイナミックシュートポストあでもポストがあるからなこいつ EP お化けにしたいな <laughs> はいありがとうございますということで無事外れは引くことなく <Y S> はい引いちゃいました僕はそうなんですよ どうしようかこ行ったの相方、はい、ありがとうございます。ということで見ていただいたんですけれども、えー、結果としてはですね、まあ、レワンドフスキー選手レワンドフスキー選手のはい、リミテッドを無事ゲットすることができました、まあ、僕的には満足ですねはいまあ当然ねあのフェスでも活躍できる選手 今後ね、活躍できる選手になると思いますし、まあ、一応解放はね、まあ、ポストプレイヤーでさせてもらいました。で、一応スキル解放も全て終わりまして、まあ、全てじゃないんですけどね、あと、えっ、ー、と、シュートスキルの方がまだちょっと終わってないですけど、まあ、とりあえず表面上に見える分としては終わったかなというところですね。で、一応、あのー、はい、EP も解放させてもらいました。まあ、もしかしたらスプリーもとかで来るかもしれないんですけれども、まあ、これ、 はこれでリミテッドはリミテッドで、まあ、素晴らしい、まあ、スキル構成ではあると思うので、まあ、ゴルハンと、ね、ポストプレイヤー特に、ね、この2つがまあ優秀だと思うので、まあ、僕はとりあえず解放させてもらったしスキルも全部使わせてもらいましたで。今回フェスが僕一応セミファイナルまで進んではいるんですけれども、まあファイナルまではちょっと難しいので、まあ、セカンドに多分落ちて、まあ、そこでまあちょっと頑張れたらなと思って。 まあね前回よりは頑張ればいいかなと思ってますであとはまあそうですねそ特には変わってないんですけどあとフィリップ・インザーギ選手が一応5等2までは来ましたねはいやっぱりね突然すればするほど、まあ、動きとしてはやっぱり良くなってきてますね、まあ、特にジャンボレですねジャンピングボレーシュートこれが素晴らしい、まあ、フラスルからつながるっていうのもあるんですけど、まあ、特に、まあ、デブライネ選手のフラスルであったりとかまあ 僕はよく使っているブルーノ・ェルナンデス選手からのフラスルだったりとかまあはいつながりはあるしまあフリーキックとかからでもねあのジャンボレつながることはあるのですごく優秀だしまあかっこいいですねなんだかっこいいうんかっこいいのがもう一番ですよまあ僕この後多分まあキャンプが来ると思うのでまあキャンプでまあできるだけやれることはやろうと思ってますまあインザーギ選手にすべてを注ご込もうかなとまあただねなかなかブーストレベルがね上がんないんですよね はい、まあ、ここが運の悪いところなんですけれども <laughs> はい、なかなかね上がることはできないんですけれどもまあね次多分キャンプが来ると思うのでまあ皆さんもねどの選手強化するか多分今回の3周年で結構ねプラスアルファの選手手に入れた人多いと思うのでまあ、是非ね強化のまあ、いいタイミングですのでまあここね是非。 強化できるように生かしていいただければなと思いますで明日からおそらく、まあ、今日ね、更新は、まあ、メンテきたんですけれども、まあ、スペシャルリーグの予告ぐらいだったので、まあ、そうですね、まあ、スペシャルリーグ一応見とくと、まあ、30歳以上の選手ですね、ってなってますね。はい、なかなか僕は30歳以上の選手、まあまあ持ってないことはないですけどね、持ってないことはないけど、まあ全然。 いいでしょう、まあ、特にまあ上の方は別に問題ないかな、オバメ選手もいるし、レバンドフスキー選手もいるし、まあ、インザ揚げ選手も使えるしとかね、いろいろ下の方がむしろちょっと困るかなというところなんですけれども、まあ、頑張っていきたいと思います。はいということでね、多分明日明日多分このガチャ入れ替えでスプリーモも来るんじゃないかなと言われてますけど、まあどうでしょうね、まあ、メンテ開けてみないと、まあメンテ明日ないかな、メンテが。 まあ今日のうちにメンテしてるんかなで、明日3時にちょうど更新とかになるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ楽しみに待ちましょう。ま,あ、まだね、プロメテウス未練がある人はぜひ回してみてください。僕みたいにインザギが手に入るかもしれませんし、マラドーナ弾けるかもしれないし、まあね、あとバレージ選手とかもね、強いという噂があるので、まあ、バレージ選手とか、まあ、プジョル選手も当然強いでしょうし、まあ、そこら辺狙うのも全然僕はありだと思います。まあ明日の、明日以降の。 スプリームにかける人も当然いるのいると思うのでそこはぜひいい引きをしてくださいということで今日の動画ちょっと短いかもしれないですがこの辺で終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございましたこの辺で失礼しますお疲れ様でした